はい、じゃあですね、ここでもう一方ゲストの方お呼びしておりますので。今度は本物なんだ。ちょっと待って、おい、キラーカンじゃないだろうな。お前キラーカンなんか連れ出したらもう嫌だぞ。キラーカン、あいつお約束わかんないからダメなんだよ。実は美女をお呼びして。あ、美女、あ、だったらいいじゃない。なので、じゃあ、恐れ入りますが、少し私の側に皆さん美女の方お呼びしております。ご紹介いたしましょう。プロボクサーでモデルとしても活躍、力強さと可憐で魅惑の瞳を持つ日本版イルサ、美しすぎるボクサー高野智美さんです。どうぞ拍手でお迎えください。おお、セクシーだ、おい、セクシー、セクシーだな、おい、おお、靴脱いだ、靴を脱いでますよ。靴脱ぐシーンもありましたよ。そうですね、ありましたね。靴脱いだ、かわいい、ハイヒール脱いだ、あ、いいね。おお、まあまあまあ、おい、急になんだこの人。うわあ、キックしてる、わあ、すごい、うわあ、色っぽい、え、なじ、うわあ、いや、かっこいいな、上島君、いいね。ムッシュブラブラ、ムッシュブラブラ、ちょっともうお祈りしよう、お祈りしよう。はい、ムッシュムラムラ。はい、どうもありがとうございます。おーおー、うわ、決めるな、なんだこの子は。いった素晴らしいですね、セクシーですね。もうまさにね、スクリーンからイルサが飛び抜けたような、飛び出したような、そんな感じではありますけれども、改めてご紹介いたしましょう。高野智美さんです。今日は本日の病院イルサと同じドレス姿でお越しいただきました。ではマイクをお渡ししますので、ご挨拶をお願いいたします。よろしくお願いします、高野智美です。喋ると可愛いね。ちょっとね、先ほどまでのシャープな印象と変わって、あれですよね、ぜひ真ん中の方、格闘技の方ですよね。はい、そうです、プロボクサーとして、ね、プロボクサーでこんな綺麗なやつがいるんだよ、今な。そうなんですよ、ね、CM で見たことありますよ、この子。すごいですよね。さあ、こうしてステージ上には日本版トム・クルーズと日本版イルサが揃ったということで、揃っちゃいましたね。じゃあ早速参りましょうか。皆さんに挑戦していただきたいのはこちらのシーンです。ではそれぞれ正面にございますモニターをご覧ください。何のシーンですか。同じドレス着てるんですね、本当に。何？いきなり決まっちゃいましたけれどもね。なんかあまりにも早すぎてちょっと分かんなかったかもしれませんけれども、はい、最後のあれですよね。最後のあれです、そうです。なんか、はい、なんか足でなんか、はい、足技が決まりましたけれども、高野さんにはもちろんイルサの役をやっていただきます。そしてダチョウ倶楽部の皆さんには足技をかけてもらう役をやっていただくということで、かけてもらうギャグってなんだよ。かけられる役でしょ。かけられる役ギャグじゃないよ。かけてもらう役です。アクションとか言ってるの。貴重ですよ、はい、その貴重な役どころをぜひメンバーのどなたかに。まあこれはもう誰が、お前が、お前がやるしかないで。いやいやいや、お前だろ。いや違う違う違う、じゃあ私やりますよ。いや俺やりたい、俺やりたい、俺やりたい。じゃあじゃあ俺、どうぞあんたまでやるのよ。はい、決定。お前がやるんじゃないよ。久々だろ、本当にこれ。あ、ここから、はい、来てください。ほんの前に、あ、前に座った、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 後ろから入ろうとした。縦膝のような感じで。ちょっと待って、お前なんか考えすぎなんだ。違う、お前エロになってたろ、エロに。そうじゃなくて、違うよ。でもこれリアルアクションですから、お願いしますよ。エロになって普通に被るんじゃない。クロリンパだろ今のは。せーの、クロリンパ。嬉しそうだよ、ダメだ、もうエロリンパ。もうエロリンパになってる、お前エロリンパだよ。そうじゃないけどね。せーの、エロリンパ。違う、ペロペロしちゃダメだよ。イジリオカタだよ、お前それ。ペロペロ OK ですか。ペロペロ OK です。違う、守備範囲めちゃめちゃ広い感じですけれどもね。じゃあ、はい、参りましょうか。これ本当苦しいのかな、やだな、俺もうやだよ、本当。じゃあこう下入りますね、ここでいいですか。はい、スタンバイしてください。どういうこと。あ、こういうこと。これはそうですね、縦膝。いや、おーい、手触れちゃいけないんだね。ダメ。でもこれまだ力入れてないんでしょ。はい、力入れてない。これで入れて、あ、無理して、ちょっと締めて。やっぱ苦しいんだ。締めて緩めて。ちょうどいい。やっぱエロリンパじゃないか。いやもういいよ。マジでやってよ、マジに。マジに？マジにできます？じゃあ。でもブキッと首折らないでよ。大丈夫ですか？じゃあ俺ちょっと、これ
持ってあげる。マジでってなると本当に大変。いやどういう感じなの。だってひねってるような感じする。保険入ってるんでしょ。保険入ってるから。お前だってお前がちょっとなんか怪我した方が大田村の副社喜ぶんだよ。マジっつってもね、今の感じ見てたら、そんなでもなできないよ。いや一応ちょっと苦しいと思う、ると思うよ。格闘家もあるからね。ちょっといいよ、閉めて。うん、せーの。大丈夫ですか。どうしたどうしたお前バカじゃねえか、本当にマジで閉めて。なんだよ、なんだよ、なんだよ、なんだよ。お前この子やばい、この子やばい子だ。この子やばい、やばい子になってましたね。女とはそんなむやみにキスできないんだよ。危なかった今。いやでも大丈夫でしたか上島さん。首すごかった。首どうでした。いやいやもうでも本当に本気で締めた。やっぱきつい、ね、やっぱりね。そうですよね。いやちょっと顔色も蒸気した感じになったので一瞬、ね、ちょっとお前好きになってない。えちょっとお前好きになってない。いやいや好きになってて本気で締めどうすんだよお前も。なんそうだろお前。そうだろやばいだろこの子。やばい子だ。絡んじゃいけない子だ。もう危険なので、じゃあ高野さん、靴をぜひ履いていただいて。はい。